ほら、はいどうも、こんジャパンは日本代表ジャパンです。お願いします。はい、ということで本日もやっていきたいと思いますけども、今回はですね、来週4月10日に登場しますクラブセレクション紹介ということで、4月10日月曜日はアトレティコデマドリーのこちらの8選手が登場するということになりました。メンバーはですね、オブラク、サビッチ、グリーズマン、カラスコ、デポール、コケ、メンフィス、エルモーソということで、こちらの8選手が登場するということになりましたので、しっかり1人ずつ紹介していきたいと思います。まずはゴールキーパーオブラクの方から見ていきましょう。どうぞ。ということで、意外や意外、2回目の登場ということになりましたね。結構登場回数少ないなというのが個人的な意外な部分だったんですけども、半年以上ぶりですね。ということで、オブラクの能力値見ていきたいと思いますけども、今回は最大レベル分かっておりませんので、18で予想してみました。で、前回と比べると PK ストッパーがなくなっているんですが、まあ GK 能力というところで見たときにかなりプラスということになっておりますので、これはぜひですね、今回のオブラクに乗り換えていただければと思います。続きまして、ステファン・サビッチということで、サビッチに関しては今回最大レベル20で見ていっておるんですけども、まあ2番目に総合値が高いということで、結構今回のサビッチは期待なのかなと個人的には思っております。ディフェンス能力高いですね。まあ前回のルベン・ディアスほどではないんですけども、93、91、98、94ということで、すべて90台に乗せておりますし、まあスピード瞬発、まあ瞬発力は若干低いんですけども、空中戦の能力値に関してはやはりサビッチらしい能力値になっているのかなと思います。スキルはヘッダー、マンマーク、ブロッカー、エアバトル、スライディングタックル、アクロバティッククレア、まあ有能なスキルが多いなというところですね。個人的にこのサビッチは最大レベル20でも獲得いいのかなと思いますし、20以上になってきたらこれは結構強そうなセンターバックが出てきそうな予感がしますね。続きまして、結構登場回数あります。グリーズマンということで、グリーズマンに関しては今回最大レベル25で見ていっていますけども、ドリブル能力であったり、カーブ、ボディコンはプラスという結果です。前回と比べると、シャピュート特にはスーパーサブですね。ここら辺が追加となっていますので、後半から出すなら間違いなく今回なのかなと思いますけども、まあ、前回リンクフォードということで一概に言えない部分は多々あるのかなと思っておりますね。続きまして、レブルーフランス代表のパックとの比較になります。ボールコントロールに上がって決定力が3つ下がりました。これは決定力が高い前回の方がいいんじゃないかなと個人的にはそういう印象です。続きまして、週間 FP ですね。ワールドカップの週間 FP のグリーズマンとの比較です。ドリブルボールキープというところで、ドリブル能力が今回に軍配が上がったのかなというところと、決定力だったり瞬発力もプラスという結果になっていますね。ただまあ前回に関してはパス系が高いということで、チャンスメーカーとして使うなら個人的には前回の方かなという印象ですね。続きまして、こちらはスターズのグリーズマンになりますけども、能力値自体はマイナスが目立つというか、ほぼほぼマイナスですので、これはぜひ前回の方を使っていただければというところで、2月20日のグリーズマン見ていきましょう。アトレティコ・デ・マドリーのクラブセレクションというか、まあ、マドリードダービーですね。デルビー・デ・マドリーで出ましたグリーズマンになりますが、ボールコントロール1つ上がって、ボディコンが3つ下がりました。これはまあ、ボディコンが高い前回の方がいいのかなというところですね。続きまして、3月末にね、週刊 FP で登場しました、カラスコということで、カラスコに関しては、今回は結構プラスが目立つという結果ですね、ドリブル能力、パス系、そして決定力プラスに、スピード瞬発も上がっていますので、そしてまあ、ピンポイントクロス追加という結果になっていますし、これはぜひ今回のカラスコに乗り換えていただければと思いますが、問題は週刊 FP との比較ですね。3月23日の週刊 FP との比較というところで見ると、どちらもピンポイントクロスを持っているというところと、あとはまあ前回攻撃的サイドバックというところでディフェンス能力かなり強化されてますね。で、他のところの能力値もマイナスしかないということになっておりますので、これは前回のカラスコ使っていただければと思います。後に紹介しますが、メンフィスに関しても週刊 FP の方が強いという結果になっていますので、まあやはりアトレティコに関しては週刊の方が強いというのがね、一つの特徴なのかなと思いますね。続きましてデポール見ていきましょう。デポールに関しては今回最大レベル25で見ていっていますけども、ドリブルパス系、スピード瞬発、キック力に関してプラスという結果ですので、これはぜひ今回乗り換えていただければと思いますが、アトレティコのクラブセレクション1回目との比較で見ても同じかなというところですね。で、週刊 FP との比較ですが、週刊との比較というところで見ると、ドリブル能力が勝っている以外は、まあ、決定力ですね。まあ、2列目からの飛び出しということで、決定力がかなり下がっているという結果になっています。続きまして、アルゼンチン代表のナショナルパックのデポールになりますけども、ドリブルパス系マイナスで、まあ、ディフェンス能力前回上げていないんでね、ここら辺はプラマイ3というところになってくるかなと思いますけど、まあ、パス系ドリブルがマイナスですので、これはね、ぜひ前回の方を使っていただければと思います。まあ、もちろん最大レベル次第なのかなと思いますけども、スターズのデポールとの比較見ていきましょう。まあ、こちらと比較してもですね、やはりパス系今回低いなというところですかね。
続きましてコケになります。コケに関してはドリブル能力パス系がプラスという結果ですけども、まあどうですかね、ディフェンス能力はマイナスというところなんですけど、まあ総合的に見た時にやはりパス系であったりドリブル能力が高い今回の方を選んでいただければというところですかね。続きまして11月24日に出ましたラロハのパックとの比較見ていきましょう。まあディフェンス能力がプラスというところなんですけど、前回インターセプト持っていて今回はスライディングタックルを持っているというところで、パス系に関してもマイナスという結果になりました。まあですので最大レベル次第なのかなとは思いますけども、個人的には前回でいいのかなという印象ですね。続きましてメンフィスデパイ見ていきましょう。メンフィスに関してはドリブル能力、そしてスピード瞬発が結構強化となっているんじゃないかなというところで、ボディコン11も上がりましたね。まあですので前回のバルサのグレートフィニッシャーズよりかは今回の方使っていただければと思いますが、オランダ代表のパックとの比較です。オフェンスエンスキック力はマイナスという結果になりました。で、今回はかなりボディコンが高いというところが今回の長所なのかなという印象で、週間フィートの比較見ていきましょう。週間と比較するとオフェンスエンスは結構高いんですが、ドリブルパス系のマイナスの差がひどいという結果になりました。ジャンプ、フィジコン、ディフェンス能力もマイナスというところなんですけど、ボディコンは9上がったということで、まあ週間フィ結構強いなというところですかね。そして最後に初登場エルモーソ見ていきましょう。エルモーソに関しては最大レベル22で見ていっていますけども、ディフェンスセンス、ボールダッシュがまあ若干低いなというところですかね。さて今回の週間 FP 引いていきましょうか。まあどうですかね、個人的にはまあやっぱりこうグーナーとしてベン・ホワイトは欲しいなというところなんですけど、まあ他って感じですね。まあグリーリッシュがね2列目になったんで、まあグリーリッシュ欲しいなっていうところなんですけど、まあそのぐらいかな。まあなので、まあベンゼマ、レバンドスキー一気に来ましたけど、まあベン・ホワイトが一番欲しいです。はいはい、一番欲しいです。まあ個人的にはベン・ホワイト1位で、まあ2位でグリーリッシュ、まあベンゼマ、レバンドスキーはまあ来てくれたらありがたいなって感じですかね。まあスパサブのレバンドスキー持ってるんでねって言いながら、リーグワン。リーグワンは誰だ？ディオマンテかな。まあディオマンテ、どうなんだろうな。まあまあまあちょっと能力値確認してないんですけど、まあガチスカ隊で使える選手ではないのかなって思うんでね。ということで2連目いきますか。てかミューラーはスパサブはもう、え、ちょっと待って、2列目になってんだ。あー、じゃあアリー、オフェンセス高っ。まあそうですよね。まあオフェンセス高そうなゴール決めてましたもんね。はい、ということで、まあミューラーでもありですね。まあですけど、ちょっと待って、これね、早くもう来週ね、枠が空くんで、ちょっと来週早く来てほしいなっていうところなんですけど、さて枠開けてきましたんで、早速こちら2回目引いていきましょうか。まあやっぱそうだよな、難しいですけどね。ミュラーとグリーリッシュ2列目に変更となったのであれば、まあその2選手でもいいかなと思いますけど、まあとりあえずプレミア来てくれということで、セリエ、セリエ、トナーリか。まあトナーリちょっとね、能力値とか確認してないんですけど、ちょっとまあ獲得しておいてって言って言いながらトナーリですね。オッケー、まあまあまあいいでしょう、いいでしょう。まあちょっと能力値の方確認していきたいと思いますけど、まあ一番のトップレアですからね、今週はね、隣がね。まあいいんじゃないですか。さあということで気になる能力値なんですけど、ボックス2ボックス、アンカーだったよね、もともと。パス系高いな、パス型。あ、ディフェンス能力もある程度やっぱ高いですね。で、あとはスタミナが90、逆足高い高い。で、ダブルタッチ、ミドル、ワンパー、インターセプト、ピンポイントクロス。まあまあありかな。ボックス2ボックスなんでね、まあワンチャンね、ガチスカ全然ある。ワンチャンというか普通にガチスカですね。さあということで、早いもので週間 FP、 まあ無料分ないんで週間 FP はラストになりましたけど、まあ無料分は後でね個人的に引いていきたいと思いますが、まあやっぱりプレミアに落ちてホワイトかグリーリッシュ、その2選手2択で行ってほしいなというラストになりますけども、さあ3連目引いていきましょうか。皆さん引きどうでした？ぜひコメント欄にね、書いていただければと思いますけど、プレミアかセリエ、セリエは誰だ、あと誰が残ってるんだ、隣しか確認できてないんですけども、ワイナルドゥムか。ちょっと能力値、ワイナルドゥムも確認してないんで、まあまあまあ、今週はね、リバラかワイナルドゥムどっちが来るのかっていうところで、今週はまあ、っていくことができましたね。さあ、ということで、ワイナルドゥムの能力値最後に紹介してね、今日はさよならをしていきたいなというところなんですけど、ボックス2ボックス、これだったらちょっと隣使うかなって感じですね。ワンバチェイシングインタスプトエアバトル。まあこれだったらちょっと隣の方かな。はい、ということで、まあ今週の週間 FP は、ワイナルドゥム、隣、ディオマンテということで、この3選手でしたけども、まあアトリコデマドリーのね、クラブセレクション紹介していますが、まあこのサビッチがね、レベルが上がってくることになれば、これは激アツかなと思いますので、まあそれはね、月曜日待っていただければというところですね。はい、ということで、本日はここら辺で終了していきたいと思います。最後にチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画もぜひご覧ください。では。